お疲れ様です。今日はこちらインフェ枯渇やっていきます。さあ今日は枯渇をやっていくんですけど、注目してほしいのはねインフェルノタワーです。はい、ペッカがめっちゃいます。進化してね、超強いわけではないんですけど、ペッカ自体は今のところまあまあ強い。まあ爆発すると超強いんですけど、なんかたまになんかヘッポカな時もあるみたいな。まあ、ペッカね結構いまして、まあ、そのペッカに対して、まあ、対抗する手段の一つ。はい。インフェ。めちゃめちゃいいです。はい。まあ、対応手段はね、他にも盾の戦士とか、まあ、別に何だってあるんですけど、結構インフェ置いとくだけで簡単にペッカを溶かせますんで、対ペッカ困ってるよって方は、本当に今はね、インフェおすすめです。で、まあ、インフェと合うデッキってなった時に、まあ、基本的には枯渇が多く入ってくるかなと思います。で、まあ、ペッカ強すぎて、俺もちょっとペッカで展開行きました。で、日本人誰もいなくて、ロカランぼっちなんで、ちょっとはい、動画見てる皆さん展開来てくださいっていうちょかわいそすぎん俺っていう、今だとねツーショット撮れますんで、ぜひね来てくださいっていう、1コス4枚ペッカラム先日動画でもあげたんですけど、で生配信のアーカイブも残ってるかもしんないんですけど、はい、マジペッカ強すぎたんで結局なんだかんだでも強かった、うん、強かったんで、はい。まあ、ペッカを使うもいいし、まあ、ペッカをね、目立ってもいいし、みたいな環境かなと思います。まあ、9月の十何日か、まあ、半ば行くと、進化メガナイトも来るんで、まあ、それ次第みたいなとこもあるんですけど、はい。そっちの方が楽しみだな。今はなんか、普段俺ね、ペッカなんか使わないけど、まあ、進化したし、つって、ビジネスペッカやってますけど、一応。メガナイト出た瞬間ね、はい、即メガナイトに浮気するんで。ちょ、マジメガナイト楽しみすぎるさ、ペッカ来た。進化してんのかな、どうなんだろうなって思いながら。あとね、このデッキはアイスゴーレムも入っててね、アイスゴーレムでね、ペッカを歩かせることによって、まあ、ペッカが倒したら、うん、ペッカが回復できるんですよ、進化ペッカはね。だからペッカが逆に倒さなかった場合に、意味ないんでね、ペッカがどんだけ削ろうが、最後の一発を他のユニットがね、削ってしまうと別にペッカ回復できないんで、そういう部分ではこういうねアイスゴーレムやあとは工場バーバリアンの誘導とかは進化ペッカに対しては刺さるっちゃ刺さるかな。まあでも進化工場バーバリアンの筒あれ剥がされるだけでペッカ回復しちゃうんで、まあ簡単に回復させちゃうっていうのもデメリットではあるか。工場だとアイゴレやインフェとかこの辺はね、はい、ぶっ刺さりでございます。ってことで、ネクロ。相手、ペッカネクロとか、なんか、事故ったら怖いな。あ、来た。進化しない方のペッカでしたね、今回は。パスは買ってないタイプね。よいしょ。いってらっしゃい。まあなんか施設がないデッキとかにはね、マジで刺さるなペッカ。進化。うん。でもこういう、ちゃんとペッカに対しての受けがあるデッキだと、余裕で止まるイメージがあります。インフェもあるし、まああとは、普通にね、吹き矢とか、スケとか、なんかアイゴレとか、この辺で何回も受けれるんで。ちゃんとペッカをケアできてなきゃまずいですけど、ケアできてれば、そこまで脅威ではない。イメージ下がりなさい。回転だけは一丁前だなこのデッキ。大丈夫かこれ、なんか怖くね。いやでも何がいいってアイスゴーレムがいい。まさかのね、まさかのアイスゴーレム頑張ってる。いや吹き矢もいいね。まあ、ちょっと相手ダガーなんでね、今回バレルはそんな刺さんないんですけど、ダガーガールはね、正直進化ペッカに弱すぎると思います、はい。弱すぎるというか、まあ弱いです、はい。ペッカの回復に、ダガーの攻撃速度は一緒ぐらいで、なんならペッカの体力が増えていくみたいな、とこちょっとあるんで、なんかあんまおすすめはしないですね、ダガー。それでも俺はダガーが好きっていうならまあ止めはしないんですけど、別にダガー使うぐらいならプリンタワーやね、他何だっていいみたいなところを感じてはいます。
いやー、なんか絶妙に耐えられんな。よいしょ。さすがにこれは厳しいんじゃないのと言ったところでね、ナイス。まあインフェめっちゃ良かったな。まあペッカ以外にもね、基本的にインフェそんな特に腐るわけではない。まあ相手が枯渇とか、まあ、ゴブリンドリルとかになってくると、まあ腐るっちゃ腐るですけど、腐るです。日本語むずはい、腐るですが、まあまあまあ、まだダガーやん流行り、ここのねレートの流行りなんですかね。進化ペッカにもうぐっしゃんぐしゃんにされますよ。おお、ホグっぽいな。もうキンキできるんじゃない。美味しいね、ロケガホで。ここでホグ止めてあげて、しっかりちゃんとホグもしばきますよと。いいね。でこのプリンにウッドを使わして、バレルを刺すよと。はいはいはい。でこれ後ろにやって、この吹き矢もちょっと厄介みたいなね。あれ後ろになってね、うい、良すぎるダメージ。でこういうナイトも便利なことにアイスゴーレムで逆サイにお散歩できます。これいいね。直接守ることはできないんですけどね、こういうのに関しては優秀ですね、アイゴレ。で結局ウッドでバレル刺さんないんで、端前プリンでチマ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 ネチ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 延命したい。お願い、間に合い。あーごめん、今の延命できてたらでかかったっすけどね。さあホグか。まあ329なんかも削って守ればいいんで、まあ別にインフェもね、クエイク残るんで多分打たれて、ホグクエイクとか引いてもそこまで悪いイメージはないな。まあこのデッキだとロケ砲がちょっと大変ぐらい。あいつっすね、やめて。でも俺は吹き矢をねできるだけ延命したい。いやうざそうこの延命。いやいい、しかもナイスや。このデッキさめっちゃ高回転でプリンセスと吹き矢、まあバレルも回るんすよね。なんか1コス3枚入ってんのか、拾ったデッキだけど。だからプリンセス吹き矢1コス3枚、プリンセス吹き矢1コス3枚が可能じゃねえのか。あれ、いや可能なんすよ。かつまあ攻めもね、バレルアイゴレスピスピスケバレルみたいなもできるしみたいな、ちょっとおもろい回転ゴリ押し枯渇。よいしょ、はい、ナイス。まあ今日はサバグの理由はね、一応、まああるっちゃあるんですけど、まあ単純にこっちのカードを集めたいとかもあるんですけど、その、シーズン序盤だとね、展開いっちまうと、マッチングしなさすぎて、そう、人が限られてるんで、そう。だから日本人の誰ともマッチングしないわけです、今多分俺ね。展開いっちゃってるんで。だから本当に人いなくて、ちょマッチングできないんで、こっちです。そう、試合できないんですよ。したくてもね。なんか、かそってるっていうのとはまたちょっと違ってね。そう、なんで、こっちでさえ。マッチング相手がいない事件ですね。え、熱っ。なんか、遅延スキル的な？端前プリンやった方がいいっすわ、じゃあ。全然違う。こういうのにアイゴレがマジ最強です。すべての竹を取れてコウモリもしばける。え、なんかアイゴレさちょっと優秀か。なんなら進化メガナイトとかにもどうだろう。アイゴレ後ろに下がったら弱えかな、誘導できねえか。
なんか難しそうだ。さあインフェがアホ強かったりします。え、嘘やマジ目の前やん。目の前というかちょっと距離あるやん。飛ぶらしいです今の。ゴルナイ君頭突き気ぃつけんとならまずいっすよね。まあこういうのを全部アイゴルで時間稼ぎできるのはいい話ね無限一個戦マジ便利だなクララのユニットってまあ基本的に何でも誘導できるんでね。基本的にまあこのタワーに行く系とかはねまあ無理ですけど、それ以外のなんかユニットは基本的に何でもお散歩できるんで、まあウォールブレーカーとかを使ってとか、アイゴレ交渉、あとはね、なんだろう、ダイナマイトゴブリンの爆破を利用して逆サイドに走らせるとかもできますんで、でも誘導はね、ほんとクララワにおいてやっぱ重要ですね。ほんと世界トップの選手もみんなやる。このできるかできないかだけで本当にね、展開いけるかいけないかぐらいには変わってくるんじゃないかなというので、逆サイドへの誘導はね、覚えておいた方がいいですね。別にアイスゴーレムじゃなくても、これがナイトとかでも、まあ、相手のね、フェニックスとかインドラとかを逆サイドにお散歩とかもできますんで、お散歩ね。はい。初めて知ったよって方は、ぜひね、ちょっと、まあ逆サイドですね。真ん中の逆サイドに出すだけ。でも相手のユニットが隅っこすぎると誘導できないんで、まあこれはもう慣れていくしかないんですけど、こういうのはお散歩できます。逆サイドの、まあ真ん中ら辺を出して、お散歩して、これで、まあ、両サイドからの攻撃もしてみたいな、時間も稼げるんで、なんならこれだけで止まりそう。便利だね。まあ、このお散歩欲しかったけど、もうスケでマジャジャとかしたかったな。いやいいね、強っ。さあペッカね、もともと環境ちょっと流行ってて進化したからな、それは多いわっちゅう話よね。いってらっしゃい。ファイスピまで。え、熱い。おー、いいね。でもこれもお散歩ね。やっぱりできないかも、この位置。できない。はい。俺が学んでこないといけねえな。散歩についてまず。これワンチャン空振るよ。うっとミスれ。全然うっとこないパターン。はい、あの言うのもお散歩できます別にファイスピスケとかでもいいんですけど、え、これキンキー間に合うかな。いや無理だ。え、てかできたわ。あのプリンセスあったんで、ファイスピとプリンセスでキングキッドできたわ。ダッシュダッシュっすね。クララワって意外となんか、なんだろう、小技の詰め合わせみたいなとこちょっとあるな、こう思うと。なんかもう慣れて当たり前にやってるというか、もう当たり前すぎて別にそんなね、小技とかとも思ってない。エレキとかもなんか止まる瞬間に透けて1個押し出すと、あー、これノーダメで完封とかもできたりみたいな、あった気がします説明むずいんですけど、透けてエレキ完封は意外とね、知識だけで勝っていけそう、ある程度。こういうのもなんかまあインフェ置けばいいんですけどね。あれ誘導がで下手すぎるやつおるこんにちは。よしよしよし、キンキしたいの、せっかくならね。あちょ、下手すぎるってどうなってんだよこれさすがにね。まあバレル飛ばしてさすがに GG かな。はい、ナイス
みたいな、まあ、こういうのをね安定して、まあ、完璧にできると、まあ、少しずつね上達していくから、まあ、知らないパターンもね多いと思うんでね、受け方みたいな、そうやって受けれるんやみたいな絶対あると思うんで、よいしょ、解くのは大事、ちょやるわ、おい来た、スケでエレキカンプ、これでさえ真似してみてください、意外と難しいですよ今の、簡単に見えて、スケでエレキカンプはな普通に嬉しいんだよな、できたらエレキが止まる瞬間、止まる瞬間になんかエレキの真上ぐらいにスケ一体当たるぐらいの位置に押し出す感じで出すとなんとかなります、きた、あーちょっと遅かったな、これ今ワンテンポ早ければできてたっすね、こんな実験台になってるとも知らずにそんなつもりはないんだけどな、さすがに誘導できるな、こんにちは、この辺に置いときは近畿とかもできねえかな、これゴルナイさこっちに走ってきてさ、近畿したい、全然走ってこねえな、やばい、これで走ってくんのやばい、ちょマジで若さが足りんかアイスピードスピン遅っ、ハルチェとかもね、どうなんだろう、スケで囲めるような、タワーにたまたま入るんだよな、よく、はい入るんですよね、よく、それよく入るんだよな、マジ痛すぎるよな、マジ誘導したい人になってる、ただお散歩お散歩、このアイゴレイね、まあ、バレルをつなげたりとかでもよかったけどな、インフェ1個上にしとか、ゴルナイ対策、プリンいるからあんまいいねえな、え空走んないの強すぎ、いやしかもインフェ残ってるからファルチェ焼きそう、あんま削れねえな次ネチネチした試合になってる、後ろからねこういうのも、プリンいいね、オブ、ジャナム使ったね、痛い、845遠いなロケがねえから、いやこれ吹きはたまたま入んねえか、待つ、これ負ける未来あるかな、勝ったか、いやこれ結構このアイゴレによって救われてんな俺アイゴレなかったら終わりそうな、え、いやアイスピ噛みすぎん、なんなら右サイドも狙っちゃってね、え相手、おいバルキリーでバレル完封してますよ、いやアイスゴレムちょっといい全然相手ピックじゃないけど、まあアイゴレとかあんま腐ることないんでね、
適当に後ろから裂くこともできるんで、そういう部分では便利だな。アイスゴレムちゃっちゃ進化来てくれたらね、だいぶ面白そうですけど。アイスゴレム召喚時にフリーズとか絶対そうやん。まああとはなんだろう、まあね、破壊された時にもうちょっとフリーズするとか。え、同じような相手来たいや、これインフェを延命したい。このアイゴレでさえもなんか嬉しいもんね。あぶねー、耐えたー。しかもキング起動でかすぎるな。え、これアイゴレに寄ってくね。あー、ちゃあ左クゾン2体出た。たまにあるんだよな。たまにっていうかよくあるわこれはね。通常の位置にバレル飛ばすと前側の2体とハシマイプリンを含むねローリングウッドがあるんで、それをケアして後ろにね飛ばしてます。ここだとね前の2体とプリンがウッドでいかれちゃうんで、後ろに飛ばした方がいいな。端前プリン残ってる時は。まあ吹きあぐれはええやろ。さあナイス。まあ枯渇自体もね全然悪くないしな。環境というか、なんかペッカが増えるならばマジでインフェ枯渇は増えても良さそうね。なんかやっぱ最近なんか進化枠も悩むじゃないですか。進化テスラ、進化ナイト、進化スケ、進化バレル、枯渇だと特にね、どの進化にしようみたいななりますけど、進化テスラを使わずインフェでいいならばね、バレルとナイトとかバレルとスケとかナイトスケとかなんかいろんなパターンもできるんで、まあ、進化を節約できるっていう部分でもインフェ採用はねちょっといいかもね。マジで進化ね2スロットだとなんかまあ足りてはいるんですけど、なんか足りてないみたいな。さあ近畿してロケット射撃来てほしいな。これあつい。いや、アイゴレ便利すぎん？困った時の時間稼ぎ。バルキリー、メガナイト。いや、これ許容できそうでね。この後の攻めに本気になれ。あーまあ、キアがね。キアが頑張るんですよと。いや、こういうのもアイゴレだけで。うちの顎はロングアゴー。よいしょ、いいね。でもちょっとうざそう。残れプリン。あー強。アイゴレマジちょっといいな。ちょっとだけどね本当にちょっとだけいいんだよな。こいつに限っては本当にちょっとだけ。てか、まあ、インフェとのこの組み合わせも悪くないかもね。インフェって焦がすまでに時間かかるんで、まあ、そこの時間稼ぎのアイスゴーレムっていう。インフェプラスアゴはだいぶ良さげなね組み合わせに思えてきた。ちょ、ごめん、フキヤマジごめん。あっちいいよな。ちょっと強えな。あれこれ、基本的に何でも受けれるしな。ニコスだし雑に叫ぶのがいい部分であるか。いいね、インフェアイゴレ。インフェナイト、まあ何でもいいけどね。インフェを延命できるならば
ガンガンいきます枯渇なんて攻め毒です。バルキリーね、まあなんか裏とかにやっといた方がちょっと事故ってくれそうみたいな思いもあったけど、まあネクロとかダークネクロ、まあこのネクロ系にもアイスゴーレムは優秀な気がする。スケもコウモリも溶かせるんでね、同レベルだと。ウキンキしたい。勝ちました序盤にキング起動できたらクララって勝ちが決まるゲームなんだよな。いやこれ誘導でもよかったな。ペッカね、これ美味しいですね。インフェだけで回収できるし、なんならフィキアとか配置してアイスゴーレムで誘導でもいいんでね。ヤナアメ使ったし、これでいいよな。まあスケで内側に寄せてとかでもいいけど、あこれね、こんなに歩くっていうぐらい無能になります。言ったら7コスのペッカを2コスで守ってるようなもんですからね。いやー強っ。うわーいいなー、マジでお散歩環境やん。やべえこれプリンセスプリンセスなんか近づいてきたら、すまんな、マジごめんな。いやでもいい。バルキリーもさ、回転するとね、近くにダメージ与えるけど、回れなきゃ意味ないみたいな。ただ斧持ったおばさんがね、近づいてきてるいやアイスゴールもなんか評価上がりそうだな。まあたまには楽したっていい。インフェアイスピで固めてインフェを延命して、強いよ。タゲ取りにも使えるしな。こういうのに真ん中アイスゴレもあったらね。ちょっとなかったわ。うん、バルキリーが、いやアイスゴレもいいな。最近見なかったけど、だからやっぱ溶かさなきゃいけない。最近ゴブジャイとかね、まあシンカナイトとかなんかね、体力強化系とかね、結構フィジカル化け物なユニットも増えたんで、なんか溶かさなきゃいけないっていうので、アイスゴーレムだとねタワーだけで溶かしきれなくてみたいな、最近ちょっとそんな時代だったんで、あんま見かけではなかったんですけど、インフェがね環境に刺さるのであれば前走てか、もうロイジェンとかもね結構多いけど、インフェだけでも、はい、ジュワー、ライトニングだけマジやめて、ブーフ、なんか多いね。いやいいね、インフェルノとかって地味に硬いんだよな。5コスな分ね、だからロイホグとかにも意外と悪くないっていう。さあこれミニペッカ2コストで守れます。誘導で終わりです。いや便利だな。まあ 2.6 オグぐらいか使われてるの、あとはボムタワーバルーンか。でもそれだけで十分みたいなとこある。いやー美味しいな。インフェポイズン打たれてもね、意外と4分の1ぐらい残ったっすね。インフェ強えな。まあ新鋭大とかでいいよ。いいか、まあ軽量でいっかこれ。なんかインフェ焦って出したら次のロイジャイとペッカにビビったわ、怖かったわ。こっちにしとくんだから、はい、浮きや
吹きや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 、やりすぎじゃない？やばいこれ、ちょ本当になんか守れる？大丈夫そう？でもなんか1コスだけはマジでいっぺやるわ。ほい、ナイス。なんか後ろからアイスボールも出しとくだけでね、相手してもちょっとだるいでしょ。いやーいいなー、こんデッキマジ強そうな。枯渇使いのね、海外選手の拾いもんだけど、こんなのもね、もうインフェ先置き、いや先置きはなんか怪しいか、解けるかな、まあいいか、回転早いんでね俺、でもすぐ回るんですよね、スピスピスピーとかで回りました。今ロイキともうまたインフェあるっていう。え、守り勝った。で、この残り物のアイスゴーレムにね、アイスゴーレムを添えて、さやなみ使った後なんで、止まりませんよと。いや、ペッカマジで多いんでね、インフェ採用は熱いんじゃないですか。こうやって環境が変わっていくんだろうな。進化メガナイトにもね、まあ、まだ出てないですけど、インフェ刺さりそうなんでね、環境来るかもね、インフェルタワー環境。まあ、インドラでもいい、どっちでもいいんですけど、インフェの方が突破されにくいかな。というわけで、ぜひ、インフェ枯渇デッキやってみてください。ちゃんと、これからも、おっしゃせた、おっしゃったものに。